走行距離何キロか知ってますか？1万キロぐらいですか？8キロです。64馬力。この車格で6速で、しかもサイドブレーキもちゃんと引けるタイプ、はい、車の話坂戸店のコーナーですよ。今回はひろきさん、はい、今回もコンシェルジュなんで、はい、コンシェルジュで今回のラインナップをご紹介するにあたって、はい、まあ、高級車が、ね、連続しておりますから、はいはい、ぜひとも一台一台丁寧に紹介していきたいなと思います。はい、というわけで今回ご紹介するのはホンダの S660 です。お、こちらです。めっちゃ綺麗じゃないですか。またしてもひろきさん、これ走行距離何キロか知ってますか？1万キロぐらいですか？8キロです。8キロ。まだ出てきたばっかじゃないですか。出て入庫しました。入庫、すごいっすね。入庫しました、この車を。しかもこれめちゃくちゃ最後プレミアついて値段上がってたんですよね。最後の方の、そうなんです、生産終了間際すごかったですよね。いや、もう本当に抽選になるレベルで、さらに追加生産までしたっていうお車でしたけれども。確かに、まあ、フルノーマルであります。おお、まあ、ただなかなか間近で実は見たことないんです。いやいや、そうなんですよ。はい、俺 S660 は友達が乗ってたんですけど、オートマで、はい、これってオートマですか？見てください。え、シフトノブ6って書いてありますよね。すごいですね。今の軽自動車って6速まであるんですか？はい、あるんですよ。5速までのイメージなんですけどね。はい、おー、なるほど。まじまじと見てマニュアルというものがどういうものなのかっていう、まあ、まずちっちゃいですよね。いや、ちっちゃいけど、ちっちゃいけど、これあれ FR でしたっけ、これ。ひろきさん、リアエンジンでしたっけ。俺全然ごめん、後ろなんですよ、ちょっと S660 全然詳しくなくて。見ましょうか。そういうこと。はい、スポーツ車両じゃないですか、完全にスーパーカーですよ、はい、いや、すごい。え、じゃあリアエンジン、リア駆動ってことですよ。そうです。え、 RR なんですか、 MR じゃなくて。 MR ですね、 MR ですよね、はい、軸よりエンジンが前だもん、ね、そうなんです、 MR なんです。へえ、うわ、すごい。 K で MR なんてあります？あります？MR 変態ですよね。 K で MR は見たことないですよ、はい、普通ないです、まあ、K で RR は知ってるんですよ、はい、サンバートラックっていう軽トラがあるんですよ。ポルシェですね。ポルシェ、ノートのポルシェ、日本の誇るポルシェ。そう、だからそれぐらいレアで、はい、まあ、軽トラはどうでもいいですけど、はい、普通のね、この軽自動車の車格でこのミッドシップエンジンにしてね、この駆動にするのは変態ですよ。変態ですね。いやー、これ多分今後出てこないと思いますもん。だってこういう車ってもう今からどんどん電気自動車でとかってどんどんなっていくにあたって、いや、本当にこれを最後買われた方めちゃくちゃ運がいい。いや、一生ものじゃないですか。一生もんすね、はい。これってちなみにあれ、なんか普通に NA なんですか？ターボです。あ、ターボなんだ。はい、すごいっすね。なので64馬力あ、そんなにある、はい、軽自動車だと64馬力しか、まあ、交渉地上は多分出せないと思うんですけど。いや、でもすごいですね。なんかすごいちっちゃいスーパーカーみたいなコンセプトはよくわかります、はい、まあ、ちっちゃいですし、まあ、余計軽自動車っていうこともあって、この前方の低さ。え、これ何、オープンになるってこと？オープンになります。え、マジっすか？はい、はい、おあー、なるほどね。これ入るんじゃないですか。ほらほら、入るじゃん、ここに。入るんですか、これ。すごいじゃないですか。あ、ちっちゃいですね、これね。いや、だから、これ、基本的にホロって、なかなか畳めないんですよ、こういう風に。はい。でも、多分この大きさだったら、多分入ると思うんですよね、ほら。はい。多分こういう風に使うんじゃないのかなって勝手に思ってるんですけど。あ、そうですね、まあちょっとね、入れ方あると思うんですけど。はい、大きさ的にも全然入りますし、すごいよく考えられてます、作りが。ホロも畳めるし、ユーティリティボックスの中にスポットこういう風に。じゃあ失礼します、乗っていきたいと思います。いや、すごい。ちょっと一応ね、ドキンで。これは大丈夫ですよ、靴履いてるままで。いや、ちょっとね、やっぱり、はい、新車ですから。うわ、何このコンパクトな、なんかゴーカートみたい。すごいゴーカート感がある。うわ、いいね、この車格で6速で、しかもサイドブレーキもちゃんと引けるタイプですよ、はい、いやー、これいいわ。しかもアルカンターラでね、ここ、はい、で、なんかこのシフトのちょっと部分もアルカンターラで、なんか高級感があってね、軽自動車とはまず思えないような。だってここのインパルの周りだってあれですよね、まあ革風ですよね。あ、本当だ、はい、すごい綺麗なスティッチがあって、
え、お金かかってますねこれね。革なんですかね、もしかして。いや、なんでやめちゃったんだろうね、はい、こういう車の生産ね。こういうのがあるといいですよね、やっぱり。まあ、ですし、まあ、さらに言うならば、ひろきさんも軽自動車ですけど、うん、見てください、ステアリングを。クルーズって書いてありますよ。本当だ、贅沢ですね。贅沢です、仕様が全て、まあ、見てくださいこのメーター、 G メーターもあるし、変態だわ。あるし、ブースターズも出るし、スロットル回転も出るし。うわー、これドンピシャなんだけど、この車格とこの乗りやすそうな感じ。うわー、ひろきさん、でももう生産終了しちゃいましたから、これ以上極上な答えないですよ。確かに、これだって普通に普通にいい車だよね。ちょうど身長的にも頭も出ないし、はい、あ、でも身長大きい人とか180センチだったらこうなるってことですね。そうですね。こうなるってことですね。なんかマリオカートのドンキーコングみたいな、なっちゃう。こうなりながら運転しないといけないんですけど。うわ、ちょうどいいっすよこれ。いやー、これいい車、ちょっとすごい欲しくなってしまいました。あれってなんか横に S2000 あるんだけどさ。なんか今日 S660 がっていう話が出たので、お、自分の、まあ、せっかくならと思ったんですけど、ヤマフの車をこれ見よがしになんか置かれてますけど、はい、とりあえず置いてみました。綺麗じゃないですか。まあ基本的にこう多分 S660 と S2000 っておそらくその S2000 の要は意思を継いでるよみたいな、はい、結構スバルとかもあるんですよ、 S なんか R とか、はい、要はその番号をつけると要はその代々こう受け継がれていく、なんかそういうメーカーとしてのね思想というか伝統があって、はい、S2000 って、まあ、S シリーズの中で言えば、うんうん、まあ、一番大きい車だったわけですよ。まあまあそうですよね。そう考えるとこの S660 ってそれこそ昔あった S6、うんうん、本当の S500 でしたっけ、ね、ありましたね、はいはい、とか S800 とかありましたけど、なんかそっちに原点回帰したよう な、ね、確かに確かに、はい、こっちはもう完全になんかノーズ長くてスーパーカーみたいなイメージでしたけど、はい、まあ、ホンダの50周年記念車ですから。すごいですよね、はい、いや、すごいっすよ本当に。なんかこういうのを見るとなんか結構好きなんですけど、その名前が受け継がれてたり、なんかその当時の伝統が受け継がれてる車ってなかなか珍しいと思うんで、本当に貴重だなとは思うんですけど、はい、なので、はい、まあ、楽しみですけども、 S660 もすごいいい車なので、まあ、機会があったら試乗もしてみたいな、そうですね、こんな、はい、答えなかなかないので、ぜひね、アヘッドさんにお問い合わせいただいて、はい、ぜひ現車を見ていただければと思います、はい、というわけで本日は S660走行距離8キロの新車を、新車です、はい、中古じゃないですよ、新車です。はい、いただきましたので、ね、はい、ぜひね、皆さんね、次回もお楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします。はい、ひろきさん、今日もありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、また、ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。さよなら。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。